何も挨拶しなかったけど、イエージェット様に聞いたかな。これカイリー？私もキーブレード使いになるために修行に来てます。今まで君たちが旅から戻るのを待ってるだけだった。声変わった？こんなんだっけ？少しでも役に立てればと思って頑張ってます。大人になったってこと？うん。魔法使いマーリン様は時間を超える魔法が使えるみたいで、ここでは時間を気にする必要がないそうです。精神と時の部屋だね、完全にこれ。一緒にこういう森みたいなとこ映像めっちゃ綺麗よな。何度も何度も私に謝ってて、もういいよって言ってるのに。皆さんおはようございます。おはようございます。今日はね、朝10時からスタートで夜の11時12時ぐらいまでやろうかなというところで、今日で半分ぐらいまで進めたい。組めない人だなって思ってます。今日が一番攻め時よ。じっと私の顔を見てるから、どうしたのって尋ねると、わからないけど思い出さないといけない気がすると言います。それってきっと君の旅にも関係あるのかな。君の旅は多くの人を助ける旅でもあって、これから出会う人たちもそうだけど、めちゃ綺麗。こうして出会った人たちも君の助けが必要なんだと思います。旅は大変だと思うけど、これからもずっと元気で明るい空でいてね。君の笑顔が多くの心を救うから。いいなぁ。いや、ごめん。また。あ、ごめん。あれじゃん、父ちゃんの声じゃん。クレヨンしんちゃんの。手紙か？うん。空に？空に当てて書いてるけど、渡さないから日記みたいなものかな。マーリン様に頼めば渡してくれるだろう。うん、でもいいんだ。空に話しかけるように書いてると落ち着くだけだから。へえ、そっか。あ、んこれ。え、どっから出したの？マーリン様に頼んで買ってきた。どこにあったのそれ今。今日ほら二人ともキーブレード出せたからお祝いってやつ。ありがとう、リア。あ、もうリア呼びか。何？あ、いや、別に、その思い出さないといけないことってやつ。お、いや、あ、うん、あ、明日はさ、二人で組手。これがキングダムハーツかーって、これキングハーツ3ですね。手加減はなしだよ、リア。おはようございます。おはようございます。絶対カイリ強いよな。センスの塊やろうな、多分いろいろ。入ってきてるし、中に猫、ね。キンハーやってます。どうしたのリア、涙が。皆さんはゴールデンウィーク休みですか？日が目に入っただけだ。いや、人間に戻って感情がさあるから、先戻るわ。感情が戻ってきちゃったからリアも戸惑ってんだろうね。いや、もう謝らないで。アクセルの時とはまた違うよね。わかった。休み何連休なの？じゃなくてアクセルでいい。そのどこから取り出したアイスが伏線だったりして、さあどうでしょうかこのアイス。うん、分かった。このアイス。まあ、ちなみにこのシーソルトアイスっていうアイスなんですけど、これね、このアイス。仕事でチビさんおはようございます。おはようございます。ご苦労様です。あ、ワクチンの力で腕と腰が痛い。それはしんどいね。
これシーソルトアイスね。前回のマップのトワイライトタウンってとこの、とある装置のパスワードの名前が、シーソルトアイスだったりしたんで、伏線っちゃ伏線ですね。さあ、そして一方、あ、リクとミッキー王様。チビさん仕事か。ここでゼアノートが。ご苦労様ですとしか言えないっすね。闇に落ちた世界も。まあ、社会ってそうだよね。誰かが休んでる時に誰かが働かないといけない。話だとそう言ってた。から。テラは正気ではなかったと。姿はテラだったけど、うちに闇の存在を感じたようだね。時を同じくして。いや、リクやっぱ髪長い方が俺好きだな。アクはテラ。ゼアノート切っちゃったね。ロンゲやっぱ2の頃の黒ローブロンゲが最高にイケメンだった。ゼアノートはその後賢者アンセムの心の研究、ほらこいつもアイス食ってんじゃん。自らをアンセムと名乗って他の弟子たち、そして自らの心と体を分けた。心だけになったゼアノートは過去へと飛び、若き日の自分。逆に仕事の方がいい。ゴールデンウィークと夏休みの連休が体調的に無理。休んじゃうとね。でも波長がそうなんよ。連休嫌な人なんよ。長期休暇。終わりに半休取っとったけどな。しかし、歯医者行くって言ってた。そうか。誘導された若きゼアノートは。まあその仕事がこうルーティーンというかね、体にこうリズムとしてね、こうあるっていうのはあるかもな。神獣さん機関、神獣さん機関出ましたね、名前。ゼアノートの足取りだけ、今回の敵神獣さん機関ですね。その後の足取りがないのはおかしいな。やっぱり僕はとんでもない見落としをしていた。承認試験の最後の場所でマスターゼアノートの復活を見たよね。まあ俺も僕やアクアが、いやでも休みの方がいいかな。俺はまだ、もともとあの老人の姿だったんだ。まあ、金曜日は怖いけどね。ゼアノートのハートレスであるアンセムと、ノーバディ金銅と今度仕事やから俺。老人ではなかった。つまり二人が分離した時は若い姿をしていたはず。それがあの肖像画に描かれた姿。僕は賢者アンセムの弟子だと気にしていなかったけど、彼が発見されたゼアノートってことだよね。そうか、俺と同じようにマスターゼアノートはテラを器にした。そう、マスターゼアノートも一人は器にと言っていた。アクアがここで助けたのはテラの体を奪ったマスターゼアノートだったんだ。なんということだ。でもマスターゼアノートは老人の姿で蘇った。テラの体はどこに消えたんだ？うん。マスターゼアノートはこうも言ってたよね。光の七人のうち二人はこちら側。空は取り戻したけど、テラは向こう側にいるんだよ。真の十三機関か。空に伝えておかないと。うん。マーリン様にもね。銀行員の時は連休多いし、どっか行くと人多いし、ゲーミングチェアが1個しかないから交代交代でね。見てる人がね、あのパソコン室の椅子、あ、来た。そう、これね、このねムービーがね、まあキングダムハーツとかファイナルファンタジーを知っている人からするとちょっと物議を醸したこのムービーですね。おはようございます。おはようございます。このムービー、まあ明らかに ここのムービーだけ異様に凝ってるよね。ベルムレックス。
ギガーツ。ナオンセール。見てたのに。あ、ごめん。でもそれどころじゃないんだって。やっぱりギガースかっこいいよな。そっち？夜空の方でしょ。夜空。今のゲームの主人公の方だね。あの CM の主人公の方。オッドアイだった方ね。今日こそあの黒いモヤモヤをやっつけるぞ。みんな準備はいいな。待って待って、気持ちの整理が必要だよ。落ち着けよ、俺に任せろって。懐かしいな。いたいた、いっぱいいるだと。どういうこと？作戦開始だ。いやん、これいいよな、トイストーリーワールド。新マップというか、今までのシリーズにはなかったですね、このトイストーリー。うん、今作3から、まあ、追加されたマップですね。まあ、そんなことないよ。僕はジョー君、若かりしジョーの部屋。なんか海外のさ、子供部屋って憧れない？どうか、この格好。ほら、なんかレゴブロックみたいになってる。近所？ねえ、あっきは驚いてもいいのかな。ちょっとじゃあ軽くあのキングダムハーツの小話的なものをしながら、ちょっとトイストーリーのここワールドを進めていきましょうか。あいつら誰だ、さっきのね、トイストーリーワールド入るとこに新入りか。新入りねえ、僕君のこと見たことあるよ。なんだっけ、夜空だ。え、空だけど。気をつけて、黒いモヤモヤの仲間かもしれない。おいおいおい、大丈夫なのか。大丈夫だよ、彼らは今一番人気のヒーローなんだ。きっとアンディが新しく買ってもらったのさ。そうだよ、あれゲンガーさん初見じゃないよね。倒したの見たでしょ。彼らならあれは初見じゃないはずだよ、ゲンガーさん。違うっけ。バスのレーザーが出るようになった。俺は騙されんぞ。このおかしくなった世界のことを全部解決してくれるよ。そんな情報は聞いていない。俺は覚えとるよ。騙されるな、ウッディ。君たち、新しいおもちゃなのか。おもちゃ？さっきのモヤモヤのことを知っているのか。あれはハートレスだよ。俺たちはあの黒いやつらと戦ってるんだ。え、ウッディたちでかくね、なんかこんなサイズ感。ウッディって分かった。とりあえず今のところは信じよう。俺はウッディ、よろしくな。うわ、でかない。おい、俺は空。夜空だ。俺は空だけどね。ガラルザグーフィーだよ。私はバズちっちゃいよ。俺はハム。あえて光栄だ。僕はレックス。君たちの大ファンなんだ。いつも君たちのゲームで遊んでるんだよ。今はレベル47まで育てたんだけど。結構上げたね。なかなかバハムートが倒せなくてさ。ああ、そんなことじゃないんだ、言いたいことは。残念だな。スリンキーたちもいればきっと多い。皆さんおはようございます。おはようございます。絶対キングダムハーツ3やってます。はっ、うん、リトルグリーンメン、ヤギさんおはようございます。おはようございます。え、バズもウッディも声違う。外の世界からようこそ。みんなおもちゃ
だから俺たちもこんな格好なのか。俳優さんと作曲、あ、だってあれじゃん、ウッディってさ、唐沢俊明じゃないの？いや、ウッディの声って俺たちは。あ、確かに言われてみれば違うかも。まあまあ落ち着け。違うわ。本当や。俺たちが手を焼いていたあの黒いモヤモヤをやっつけてた。そんなに構えることないだろう。そうだよ。ちょっとなんか違和感。それはそうだが。なあ。あ、バツが所ジョージ。黒いモヤモヤ。へえ。ハートレスは前からここにいたのか。いや、最近になって現れたんだ。そういえば。そのハートレスが、あ、言われてみればなんかちょっと違う、がいなくなった、なんか変。するな、もしかして、うん、何か関係があるのかもね。うん、前はこんなんじゃなかった。目が覚めたら俺たち以外のおもちゃがいなくなってて、アンディのママとモリーの声も聞こえなくなってた。アンディね、なんかさ、結構トイストーリーのなんか話ちょっと怖くない？こう捨てられるみたいな。スリンキー相変わらず三ツ矢さんか、三ツ矢さんが分からんけど、三ツ矢さんか。最高の友達さ。よし、こういうのヤギさん詳しいな。ねえ、他に何か手がかりはないかな。みんなが消えた時に変わったこととか。あれかな、あれだな、あれですね。どれ？あれだよ。アンディたちが消えた直後、あの黒いモヤモヤと一緒にお前たちのようなフードがついた黒い格好をしたやつが現れた。タッチの上杉達也とかワンピースのピーカー見かけたのはそいつと。ピーカー、ピーカー、ピーカー。じゃあドレスロードのピーカー。それってまさか。ハムの声優も違う、マジ。知ってるやつなのか。全然違うや。あ、俺たちの敵だ。モヤモヤ以外にも敵がいるのか。ここで起こってる異変の原因がわかるかもしれない。さ、なかなか目覚めない感じですか。やる？ここ。空たちだけにラジオ体操してくる。え、みんながいなくなった原因がわかるなら、俺たちの問題でもある。何だっけ？むしろ力を貸してくれ。そんなんだっけ？あ、それでそのプロ。バズの声、ディズニーランドの偵察隊からの。バズアストロブラスターの Q ラインの声優。わかんねえけどすげえな。最近できた新しいおもちゃ屋だな。空、案内するよ。窓から屋根を伝っていくんだ。スティッチのプリクリ。ちょっと待て、ウッディ。ん？すっかり行く気になってるみたいだが、ここでアンディを待つべきじゃないのか？うん。そうかもしれないけど、もう散々待ったんだ。だから、空たちと一緒に手がかりを見つけたい。俺を信じてくれ、バズ。なんかここキプレイのキプレイなんだけど、初見の時すげえ迷ったの覚えてる。迷った迷った迷った。広いよここ、とにかく。だから隠れミッキーね、また。